この後19時からですね。はい、あの同期との初コラボがあるんですね。はい、なので、超楽しみにしているので、もしお時間があれば見に来ていただいて、そして今アーカイブをご覧になっている方がいらっしゃれば、アーカイブでもご覧に引き続きなっていただけたら嬉しいかなと思っております。はいそう、うわがってごちそうだよ、キサラちゃん。もう本当に楽しみ、もう本当にランフォーの誇る特大画伯が同期にありますので、皆様ぜひ楽しみにしていてほしいなというところでございますね。はい、今日はチモはマウスで参戦させていただこうと思っていますから、はい、なんかマウス特有の味というものも、もしよろしければ吟味していただければいいか、吟味ご賞味していただければいいかなと思います。はい、特大画伯がなんとなんと2人いらっしゃるんですね。はい、あじゃあ始めますか、テックフォン開始。これミュートしなくていいんだもんね。うん、いいよ、喋って。そうだよ、喋りながら行こう。そう、ガーティックのいいとこは自分らでお題が決めれるんですよね。さすが、ひーちゃん。なのでどうしようかな。私は速攻でこれにするわ。なんか無理そう、怖い。よし、これでしよう。これでいいや。かぶりそう、完璧。どうしよう。あやばい、みんな大丈夫だよ。もし音量とかあれだったら言ってほしい。誰が小さいとかありますか。聞きづらかったらね、おっしゃってくださいね。どうしよう、どうしようか。うまくかけてる。早くない、その実感を得るのが。いや、もう実感得始めた。いや、もうリコはもうもうダンスで有名な画伯やから。待って待って、難しい。あれ、髪の毛さ、どうなってたっけ。ってむずい、キモやばい、キモいもの発生させちゃうかもしれない。あ、違う。ね、どうしよう。いやでも、モネの絵は可愛いけん、大丈夫。そうなんだよ、モネちの絵は可愛いんですよね。いや、そんなことないよ。社長、これで…待って、マウス難しいな。ねえ、マウスむずいよね。え、むずいでしょ、本当にむずいんだから。いやいや、だからやっとったって。みんなマウスなんだって、前から。いやいや、マウスだね。うっそだ、どうせしれっとペンタブ使ってたんでしょ。使ってないよ、めんどくさいからだって。いや、でも上手い人はね、マウスとか関係ないからね。あ、それはそうだね。あ、確かにね、一流は道具を選ばないらしいですからね。そうですよ。なんかそれっぽい。それっぽいこと言ってる、その画伯。頭いぶってる。頭いぶってる。いぶってますよ。リコも相当ですからね。え、私、まあ言うけどね、何よりはマシだよ。いや、マシもマシだな。あれ、誰もフォローしてない。これが答えだ。あ、待って、どうなってたっけ。いや、でもこんなもんじゃない？こんな感じじゃなかったっけ、髪型さ。もうできたの。どうしよう、これでいいでしょう。こんなか、こうつけこんなもんかな。私、書く時間早いのまんまだったかもしれんけど、大丈夫かな。あ、やべ、さっきちょっと確認した時から。いいじゃない、早いくらいがさ、みんなちょうどいいんじゃないかな。うん、あ、違う、こんな色じゃない。あ、どうよ、みんなこれ。もう一つ書いとくね。あ、やばい、なんか間に合わないかも。あれ、髪空がなんか変だな。あれ？あ、来た！え？めっちゃ可愛い！どうしようかな？やばい！どうしようかな？何が起きてるんだ？これ、これ、何？どうした？どうした？何が起きてるの？わかんない、わかんない。なんで？なんでよ！やだ。え、どうしよう、どうしよう。ひどい、ひどい、ひどい、
私回答になってないから、うん、これが、あ、なるほど、入ってくるね。バケモン来た、やばい、バケモン、バケモン来たんだけど、ね、ちょっと待って、どうしよっかな、みんななんでアイコン、めっちゃ書きやすくない？アイコンちゃんとしてくれ、本当に真似しようと思う。もうこれは任せてほしい、みんな。お、自信ありですか？ごめんて、もうすぐ線引けないのよね。どんな感じだったっけ？ちょっとどんな感じだったかな。え、すごいうまく描ける気がする。こうして、むずいな。いや、リコのそれは期待できんさ。いつもそう言うんだもん。こうして、あ、やばい、さっきのマジで思い出せない。今笑ってて震える。もうさっきめっちゃ早く見せたい。ホラー画像が私も届いた。お人間さんたち全員困惑してたよ。危ない危ない。早く見せたい。みんな怖かったね。あ、これ書いてるさ。むずい。むずいな。あ、でもそっか。もう一つなんかあんのか。どうしようかな。これぐらいの色？怖いよ。ずっとナナが独り言言ってる。あのね、むずいんだよ、お題が。私もむずい。お題、お題むずいよね。このお題。多分ね、むずいやつはね。お題めっちゃ簡単だよ。前の絵があのバケモンだったやつだね、多分。あ、そうだね。そうす、書かざるを得なかったもの。色はね、確かに。一人いるからな。二人だ。いいじゃん。あ、待って、色で書けばよかった。ちょっと待って、これ難しい人。え、なんかみんな似てるっしょ。これのお題、マジで。ナナさんの見せてちょっと、ナナの、ナナの視聴者さん大丈夫かな。あれ、呪いとかかかってない。成立してるんじゃないの。あ、そうか。あ、オッケー。みんながなんでそんな戸惑ってるのかが分かったわ。え、なんで戸惑うよ。そういうことか。ナナの画面見るの。ナナさんのとこにいらっしゃるお人間さんたちが戸惑ってるってこと。これよね、多分。これだ。みんなが言ってるの。嘘だ。それだけじゃないぞ、絶対。もうちょっと、もうちょっと上にしとこうか。ね、このぐらいにしとこうか。ちょっと、これ打足だと思うけど、まあ、それ。打足って。あれ、なんか目消えてる。失礼。打足。何打足って。失礼だ、ほんとに。いや、いや、これは完璧やろ、みんな。え、めっちゃ可愛いの来た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 。これ欲しい、これ欲しい、かわいい。なにこれ。え、うまいんですよ。ちょっと待ってよ。どうしようかな。あ、あ、わかった、これだ、多分。石つぶてきた。え、石つぶて、石つぶて、やばい、やばい、やばい。ちょっと、石つぶてって言われてたらどうしよう。ウィーキーさん、つぶのかもしれないよ、これ。うまい、この人。これでいいや。これならまだ次の人に。うるさいよ。あ、やめよう。なかなかもううるさいですよ。はい。開けた。もう終わっちゃった。かわいい。あ、かわいい。なんでどこ1位なの。ムキムキランラン。ムキムキランラン。え、だ。これいける気がする。あ、チョマロじゃなくった、石つぶて。え、違うよね。あら、すごい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 。え、すごいね。すごい。成功じゃない。これ一発成功だよ。すごい。いやー、さすがだな。やっぱね、この話題は。いつもの力こぶのこと言われてんのかと思った今。違う違う。違う、石つぶて来るから待ってて。分かった、待ってる。いいじゃん。やっぱね、この話題前やったから。そう、この話題前さ、見せた。え、あとで見せちゃうの、配信で。最初アイコンにしてたんだね、ちょま。ナナさんが言ってたムキムキルンルン。そう、ナナが書いたムキムキルンルンが素晴らしすぎて。あれ、世界に発信してほしい。絶対配信の最後見せるからね。見せよ、見せよ。見せよ、見せよ。ナナ、この一周後に見せるよ。はい、次。次行きます。はい。ネクスト。ノリノリルンルン。あくよ。
いや、紫どこにある？あ、なるほどね。そう、なるほどでしょ。うん、わかるわ。はいはいはい、わかるでしょ。画伯二人に当たってしまった。日焼けじゃねえや、日焼けないで。何だったんだろう。みんな出てきた。夢に出てくるわ。声が出ない。やめてよ。マジで妻の声に静寂になっちゃうよ。石つぶてって書かないであげた私を褒めてほしい。えらいな。石つぶてって知らんよ。何なの。うまいっすよね。やっぱ言ってたんだけどね。なんでさ、妻の眉毛いつもこうやって書くの。かわいい丸眉って言ってるじゃん。太眉なんですよ。一応書いたんですけどね。丸じゃないよ。かわいい。のり弁みたいになってる。じゃあ次行きます。はい、引っかかっとるぞ。あれだけ見せちゃおう。みんなにムキムキのチュマ見せちゃおう。なーさんが書いてくれた。あ、見せた見せた。やめて。ちょっと待って、私の画面でも見せたい。え、ちょっと待ってよ。そうさ、お人間さんたち、なーさんが書いたムキムキのチュマだよ。待って、私も開く。あの、もしかしたら、しようとしたらダメって。見たい人は見てきてください。見たい人はちょっと、お米持っていない。お米持っていないかも、今。うん、デカで、あ、ちなみにあの、ガテフォンのとこの最新のとこにあるよ。サーバーの。あ、これね、ちなみに、ムキムキルンルンで前やった時の、ナナのイラスト。あるじゃん。一番最初にやった時だよね。あ、やばい、待ってね。やばい、みんな、乳首、乳首映っちゃってる。いけるよ、みんな出せるよ、出せるよ。出せる、あ、出せる、ちょっと。乳首映っちゃってるから。